皆さんこんにちは。本日もお忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。いよいよ昨年の1月ですかね、この基本構想の策定委員会を開会してからですね、5回目となりまして、本日は一応最後という形の計画でございます。これまで本当に熱心にご議論いただきまして、またつながるミーティング等にもですね、委員の皆さんにも積極的に参加をしていただいてですね、対話の機会を深めていただいて、いただいたことにまず感謝を申し上げたいというふうに思っております。これまでの基本構想の策定委員会、またそのつながるミーティング、市民とのワークショップを通してですね、おかげさまで新しい図書館のビジョン、コンセプトというものの形が見えてまいりました。その他さまざまな、まだまだ検討課題、研究課題というのがたくさんあるなというふうに思いますけども、こうしたビジョン、コンセプトができたということは本当に何よりなことだと思っております。そしてそれを実現していくためには、やはり立地ということが欠かせないということでありまして、さまざまな観点から当初7つの候補地があって、それを3つに絞り込んでまいりましたけども、市としては路上公園を中心としてですね、立地を考えていくのが最も適当ではないかというふうに考えております。やはりこのビジョンを実現していくためには、ある程度の広さということが必要であり、その用地のしっかりと確保ということが大事であります。またコンセプトの中にありますように、単なる図書館ではなくてですね、市民の皆さんにとって本当に新しい場所にしていくためにはですね、さまざまな機能をすでに持っている路上公園周辺の施設、これを今後老朽化しておりますので、公共施設マネジメントの観点からどう生かしていくのか、動かさせていくのかという観点から考えてもですね、路上公園中心にですね、考えていくのが適当ではないかというふうに考えております。今日はその事務局としてのですね、考え方を求めさせていただいたものも発表させ、説明させていただきますので、今日はやはりこの構想策定委員会の皆さんで、それを受けてですね、さまざまな議論をいただいて、ご意見もいただいてですね、最終的に一つの方向にまとめてまいりたいなというふうにも思っております。本当にこの未来型図書館作りはですね、単なる公共施設、箱物を作ろうというものではなくてですね、本当に多くの市民の皆さんと対話の中で、今一つの方向性ができてきたなと思っています。これはこれからの施設作りだけではなくてですね、街づくり全体に生かしていくことができるんじゃないかなというふうにも思っております。これから進めていくにあたってですね、まだまだ検討すべき課題、事業手法等課題はございますけども、そういったところもですね、これからしっかり議論をさせていただきながら進めていきたいと思っておりますし、何よりも、昨日のワークショップではないですけども、延べ250名の方に参加していただいた、この機運というものをしっかりとつなげていかなければならないと思っております。できて、作ることが目的ではなくてですね、できた後のこともしっかり見据えてですね、市民にずっと参画をしていただける、そんな場所としてですね、この未来型図書館をしていくためにですね、その仕組みを新たに作っていく必要もあると思っています。仮称ではありますけれども、来年度にはですね、リビングラボ、リビングラボも設置をいたしまして、そういった対応の機会というものをですね、より深めていくいきたいというふうにも思っておりますし、今の図書館あるいはその周辺施設も生かしたですね、市民の皆さんから出てきたアイデアがですね、何も新しい図書館ができてからではないとできないこと、限られたこと、何ですかね、新しい図書館じゃないとできないということではなくてですね、今の図書館あるいは今の周辺施設でもですね、このビジョンの中にあることを実現していくこともできるというふうにも思っておりますので、そういったこともですね、随時やっていけるような状況というのもぜひ作っていくということが大事だなというふうに思っております。今日が最後の構想策定委員会にはなりますけども、委員の皆さんにおかれましては、引き続きですね、さまざまな立場からですね、またご助言いただいたり、またさまざまな活動に参加をしていただくことをですね、お願いを申し上げたいというふうに思っております。まずは今日は皆さんにですね、立地についての考え方等をですね、説明させていただきますので、またこれまでのビジョン、コンセプトのおさらいも含めてですかね、ありますので、ぜひまた負担のないご意見をお願いを申し上げたいというふうに思っております。では本日もどうぞ長丁場になりますけども、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。本当に、市民の皆さんの対話から振り上げた言葉をここでもしっかり議論していただいて、基本構想のコンセプトという形になってまいりました。それ以外にも幼稚園事業方式の話もここで議論させていただきましたけれども、今日はまず最初に今市長からもお話がありましたように、一候補地エリアについての、議論から始めてまいりたいと思います。先日市長からの方針が示されましたので、その点も踏まえまして、この場での受け止め集約という方向性を見たいと思います。今の先ほどの話に加えて何か、はい、よろしいですか。はい、分かりました。それでは事務局の方から、南方図書館の一候補エリアについてのご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。資料の方は画面の方にもどこを喋っているかというのをこの位置を移しておきますので、資料は1位になります。1枚めくっていただいて、右上にページがございます。これ1番目はこれまでの議論の経過を出してございます。昨年の10月、第3回の委員会、そして第4回の委員会で議論を深めてまいりました。奈良書道家から五条公園周辺、小松駅周辺、そして小松の森周辺の3か所が適当ではないかという経緯でございました。本日は、ビジョン・コンセプトの実現であったり、事業予知を確保できるかとか、あるいは公共施設マネジメントなどの観点から議論を行っていただきたいというふうに思います。本日の委員会での議論を踏まえて決定をしたいというふうに思っております。2ページ目はこれまでの5つの観点を示しております。新たな活気とにぎわいの創出、市民生活の利便性の向上、それから未来型図書館のビジョンコンセプトを実現できるかという親和性の観点、それから事業手法や財政負担の観点、公共施設マネジメント推進、そして市全域の図書館サービスのバランスを確保できるか、この5つでこれまでも議論を行っていただきました。次からは前回までの資料を少しちょっと見ております。3つのエリアの位置関係が3ページに記載の通りです。それから前回も、このエリアについての交通であったり駐車場の状況についてもお話をさせていただきました。それから5ページ目は、人の流れ、どういうような人の流れになっているかというようなところを5ページでご紹介をさせていただきました。それから、6ページ目からは、これは第3回の委員会の資料ですが、そのエリアの特徴、それから7ページ目、前回の資料ですが、それぞれのエリアの歴史も少し触れさせていただきました。こちらは路上公園の歴史です。そして8ページ目、これも前回資料です。そのエリアの少し細かい人流の流れ、データを示させていただきました。同じように9ページからは駅周辺の特徴、10ページは駅周辺の歴史、そして11ページは駅周辺の人流データ、そしてその次12ページからは小松運動公園の特徴と13ページが歴史、そして14ページが人流データ、それぞれのところは前回までにご説明をさせていただきました。これらを踏まえまして15ページ目からになります。この3つのエリアについての総合的な評価ということで今回追加をさせていただきました。まず5つの観点のうちの1つ目ですけれども、新たな活気とにぎわいを作っていく、市民生活の利便性を向上させていくというこの観点から、まだ重要な視点としては都市計画の中の立地適正化計画というものがございます。この計画の中で都市機能誘導区域というものを位置づけております。都市機能誘導区域というのは小松駅を中心として半径1キロの区域となっておりまして、右の図の資料1のところですね、この中に、いずれの路上公園、小松駅、運動公園、この3カ所も含まれています。
この区域の中に誘導していこうという施設が都市機能誘導増進施設でございますけれども、資料2にあるようなこうした位置づけのもとでの施設が考えられるものとしてあります。これらについて各エリア見てみますと、路上公園周辺についてはこちら記載、少し記載しております。図書館もございますし、絵本館、博物館、こうした社会教育施設、それから美術館、チャストの文化施設、それから公会堂などの市民交流施設、それから幼稚園などの子育て支援施設、学校もございます。そして市役所の行政施設もあるということで、非常にこの文教施設を中心に多様なこうした都市機能誘導増進施設というものが集積しています。まず現状かなと思います。駅の周辺見てみますと、こちらもいろんな官民の連携の官民の施設が整備が進められてきました。公立小松大学とかですね、小松の森なども整備されてきました。これからもその観光交流センターが高架下にできたり、北陸電力の複合ビルも計画され整備されることも計画されておりますので、この北陸新幹線開業によってこのエリアの都市機能の集積がさらに進んでいくというふうにも期待されます。小松運動公園の方は、スポーツ施設のリニューアルも計画的には進められてきました。また今ちびっこの広場の整備もやられておりまして、こちらの方についての拠点性も期待されます。前回のデータの中で、人の流れのデータの話を先ほど資料を示しましたけれども、やはり駅を中心には形成されてきていますが、やはり駅の東側、国道沿いであったり、大型商業施設の方のところへの人流量が高いという状況にもございます。この今回ご説明したこの都市機能誘導区域、この全体のエリア価値を高めていくという観点から、やはり路上公園周辺の新たな活気とにぎわいの創出によって、このエリアの拠点性を高め、向上させていくというのが、やはり重要な課題かなというふうに思っています。それから丸にございます、交通アクセスの容易性等の観点です。真ん中の小松駅周辺は非常に路線バスの発着点でもあります。また駐車場も900台以上整備されておりますので、非常にアクセスの利便性は高いというふうに思います。路上公園周辺はバスは4路線を乗り入れていまして、一定程度確保はされています。ただ駐車場は現在は250台程度ということで、やはりこの駐車場の充実というのが課題になってくるというふうに思います。小松運動公園はバスは1路線です。駐車場は770台ございますが、いろんな大会等があったときは混乱するという状況にございます。これが一つ目の、観点です。それから2番目の時代型図書館のビジョン・コンセプトとの親和性の観点です。ビジョンが小松を編む、小松を巡らす、そしてコンセプトがそのもとに3つ、こちら記載の通りのコンセプトになっています。右の表、資料4のところにはそのコンセプトのもとにこれまで議論いただいた地の集積機能をはじめとして、それに基づく機能の具体例をさせていただきました。この路上公園周辺を見ますと、小松城の廃城も、行政の中心地として役割を担ってきた場所です。そして昭和18年に図書館の運営が開始されて以降、やはり図書館が親しまれてきたという場所としての歴史がございます。また園内には本当に四季折々の風が感じられる和風景になっておりまして、景観や自然環境も優れているというふうに思います。隣接するこの隣の小松中央緑地も合わせまして、市民の憩いの場となっているようです。ここが考えますと、このビジョン・コンセプトに基づく地の集積の機能であったり、地域の歴史文化の集積編集であったり、こうした機能を有する施設が集積しているということで、未来型図書館のビジョン・コンセプトとの親和性は高いというふうに評価をしています。小松駅周辺については、駅の開設以降を活用してきたエリアです。こちらについても、大学をはじめ、交流館であったり、小松の森、シリーズなど、
人材育成の拠点ともなっている地域です。こちらについてもビジョン・コンセプトに基づく地の集積機能をはじめとして、いろんな施設が集積しておりますので、ビジョン・コンセプトとの親和性は高いというふうに評価をしています。小松運動公園周辺ですけども、こちらはいろんなスポーツ大会、スポーツイベントまで開催されてきておりまして、スポーツを通じた健康増進と競技力向上の拠点というエリアです。こちらも大学であったり、路上センターなどの学びの施設も立地します。これを評価しますと、路上公園、それから小松駅の周辺と比べまして、ややそのコンセプトの親和性は低いかなというふうにも思っています。これが2点目の観点です。続きまして、事業手法、財政負担の観点です。このうち現在を評価できる項目としましては、事業用地の確保の容易性というところを評価しています。これまで議論いただいたこの未来型図書館、多面的な機能を要するということで、このコンセプトを実現していくというにあたっては、やはり一定規模以上の事業用地の確保が必要となるというふうに考えています。路上公園につきましては、国からの土地の対応を受けまして、市が管理、使用管理をしているというところです。またその区域に隣接する公会堂などの土地については市が所有をしているということです。こうしたこの公園および隣接を一体的に活用して、合わせて公共施設の集約再利用を図ることで、事業用地の確保が可能になるのではないかというふうに考えます。一方、小松駅周辺、それから小松運動公園周辺については、やはりいろんな施設が集積しているという状況もございまして、現段階では活用が見込める余地がないということで、事業地の確保は容易ではないというような評価をしております。補助制度の活用等については、いずれのエリアにあたっても、今後検討を行っていく必要があるというふうに思います。また、官民連携の可能性など事業手法につきましては、第4回全会の委員会でいろんな右にあるような交えまして学んできました。そんなところは今後また引き続き民間事業者さんとの意見交換なども通じてした可能性をまた検討していきたいというと思います。それから4点目、公共施設マネジメント推進の観点からです。小松市の方ではこうした公共施設マネジメント推進計画というものを定めております。その中で資料6にあるような4つの基本方針を定めています。路上公園周辺については市民文化系の施設、社会教育系施設の基本的な方針というのがこの資料7というところで少し書いてございます。この中にはこういうふうに書いてあります。特に公会堂、博物館、市立図書館などこの類型の施設が集積する路上公園一帯の施設群は建物経年が進行し設備等を中心に更新時期を迎えている。市立図書館については未来型図書館構想の推進に合わせて今後の在り方が検討されており、公会堂その他の周辺についても一帯の将来像とそれを踏まえた各施設の役割機能等を検討していくというふうに記載をしております。これに基づきまして、これらの施設の維持管理、そして更新にかかる費用というのは、これからも経年、年数が経つにつれて、やはり増大していくということが予測されます。施設の再編とかですね、機能の複合集約化、また用途の見直しとともに、やはり効果的、効率的な運営を行うことで、建設費、あるいは維持管理費の縮減の効果がある。また施設の機能と提供サービスの質が向上すると、そういった公共施設マネジメントの推進が期待されるというふうに考えます。また路上公園周辺のイメージの刷新にもすることが期待されます。小松駅の周辺についてはいろいろ施設がございますが、やはり比較的まだ経過年数が浅いという施設が多いという状況です。ということで、集約再編の対象となる公共施設は少ない状況にあると思います。既存の施設の利活用の促進とか、あるいは民間活力の導入の検討によって提供するサービスの質の向上を図っていくというふうに必要があると思います。
小松運動公園周辺についても、施設のリニューアルというが進めてこられてきております。こちらについても集約再編の対象となる公共施設が少ない状況にあるというふうに思います。こちらについてもスポーツ系はこうした資料8にあるような基本的な方針も定められておりまして、今後も計画的な予防保全とか長寿命化を図るとした取り組みを行っていく必要があるというふうになっております。最後5つ目の観点から市全域の図書館サービス、これは3つのエリアとも中心部に位置するということで図書館サービスとバランスの確保が図られるというふうに思っています。次に19ページ目ですけれども、これら3つの、エリアの比較です。今回赤字で記載したところに追加あるいは修正を行っております。3番目の事業手法のところの、事業用紙確保の容易性、今ほどご説明したように、路上公園周辺は高いというような評価、それから駅周辺、運動公園周辺は少し評価が低いという三角をつけています。公共施設マネジメントについては、路上公園周辺は変更なしですけれども、駅周辺、運動公園周辺については、集約再編の対象となる施設が少ないということもあって、参加という評価をしております。これが全体で見たときの評価になります。それから、20ページ目、今ほど申し上げました、立地候補エリアの総合的な評価のまとめとして、5つの観点を改めて掲載をさせていただきました。都市機能の誘導区域全体のエリア価値の向上から路上公園周辺に新たな活気と賑わいを創出し、拠点性の向上を図っていく必要があるということが1点目です。2点目は図書館が親しまれてきた場所としての歴史を見せて、障害学習や文化振興、そして市民交流との文教施設が出席する学びの場と交流のエリアで、景観や自然環境に恵まれた市民の憩いの場ともなっており、ビジョン、コンセプトの親和性が高いということ。で、3番目は、多面的な機能を持つ大型図書館のコンセプトの実現にあたっては、一定規模以上の事業用紙の確保が必要となるので、路上公園及び隣接地を一体的に活用することで、用紙の確保が可能となる。それから4点目、路上公園周辺の公開用博物館、市立図書館は老朽化との課題を抱えているということで、施設の再編、機能の集約化、用途の見直し等によって公共施設マネジメントの推進が期待されるということ、そして最後、サービスのバランスと、こうした観点から路上公園周辺が最適な立地エリアと考えられたのではないかという評価をいたしております。最後21ページ目ですけれども、今後の検討すべき課題がやはりどんどんございます。1番点目は、やはり未来型図書館に必要となる具体的な立地場所の検討を行っていくことがあるというふうに思います。それから、2点目は民間の教育を活用しつつ、立地資金の効率的使用や、行政の効率化等を図る官民連携による事業手法の可能性を合わせて調査していく必要があります。また課題にもありました3点目、やはりアクセスの利便性を確保するために駐車場の仕方をどうするかということも重要な観点です。それから4点目はですね、路上公園エリアの拠点性を高めていくということもそうですが、やはりこのエリア全体、駅周辺、運動公園との関与性をどう作っていくというか、これらを検討していく上での最後5点目ですが、次の皆さんとの対話を通じて共に作り続けていく、そういう体制をしっかり確立していく、そういう人があるというふうに思っています。事務局からは以上です。はい、ありがとうございました。前回までの高校での議論で、松江から1キロ圏内の3つのエリアに絞って検討を進めるという方向性を出したわけですが、その後この今までも提示されておりましたけれども、5つの視点で市の方でご検討され、特に用地の確保の可能性、あるいは公共施設のマネジメント、既存の施設との関係性という視点から、今回、新たに評価をし
させていただきまして、今のところ市長からお伝えしていただいたような方針に至ったということでありますが、このことについて皆さんに、ぜひ、ご意見賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。ご質問等もと思いますが、いかがでしょう。ご説明ありがとうございます。五条公園ということで、現在の資産がある地域に安心感があるとともに、安心感ということは、ワークショップ等でも使われていたワクワク感というのが、それはちょっとかもしれない、びっくりする感じがしないので、今まであったそこなんだなというふうに、そういうのが安心感は。それからのご説明の中でありました、駅の東側の地域に、大型商業施設とあって、そちらの方に活気とかにぎわいとかの中心が あるように見られて、それと、バランスが取れるといいますか、西側の方にもという、そういう考え方は確かに必要だなということは感じました。で一方で、図書館ですので、活気と、にぎわいということが、それが図書館の最大の目的かというと、なんかまた違うものもあるのではないかという気がしまして、ご説明の中の言葉で言いますと、回遊性という言葉が使われてましたので、街歩きワークショップで街歩きした時にも感じましたけれど、駅と路上公園の間をつなぐ、アーケードの商店街とかですね、私はそこにできたらいいなとか思ってたんですけど、そういうところの活気にぎわいっていうのが大事なことかなと、ね、そこでそういう国には駅の近くには、市 の, 持っている土地とかそういうのはないので、そこを利用するわけにいかないということですね。それよく分かりましたけど、空き店舗とか駐車場とかそういうもので利用するという可能性も、私なんかそれが頭にあったものですからあってもいいかなというそれを感じました。それからもう一つ申しますけれど、昨年度の調査報告書で、大方回答者は若い方々だったので偏りがあるのかもしれませんけれど、駅周辺にという要望がかなり多かったというか、現在地でいいというのの倍ぐらいあったと思います。それで、なんかまとめのところにありましたけど、駐車場っていうのはもちろん必要なことだと思うんですけど、高校生にとっては車を運転しませんので、そして現在の小松市内の高校、学校がどこにあるかということを考えると、この近くには小松高校がありますけれど、大方の東の方にありますので、そういう学校に通っている生徒さんたちにとってはちょっと遠いという感じが多分あるんだろうと思いますので、今後のこととしては、東の方にも、検索したり借りたり返したりとか、そういうことができるような施設があれば、高校生にとってのバランスというか、それも取れるんじゃないかなという、そんなふうなことを感じました。また思いついたりもしますが、今のところそんなことです。はい、ありがとうございます。施設 の, 回遊性の問題がすでにある民間の施設もどうつながっていくのかという課題提起もいただきましたし、あと、駅増やしだと思います。そこをどうも連動という意味で、何らかの工夫をという今後の課題のところでいただきました。基本的には安心感という意味では、いかがでしょうか。の最後もう皆さんの人でいいのが大変、それを突きちゃいましょう。私は路上公園の辺りが本当に一番いいなと思います。
予知っていうのはとてもまずね大事なことですし、そして五街道の問題、いつか誰かが壊さなきゃいけないものなんですよね。でそれがやっぱり今この時に一緒にやれるということはとてもごますとしてはいいことだと思うし、先ほどおっしゃったアーケードの問題も、駅からアーケードの中を通ることがとっても楽しくなればアーケードの活性化にきっとつながるんじゃないか、何か街づくりとしてこの要になっていく場所でないかなというようなそんなことも思います。で市役所の用事にもやはり本当に近いということも大事なことじゃないかと思うので、ここがいいんじゃないかなと。公共施設マネジメントの観点から今ここにある、3つの公開との関係、公共を含めていいんじゃないかという意見を、課題としてはその駅からの動線の中にどれだけ魅力のある回遊性のある地域を作るかということを、どうやって思いますか。はい、私も、路上公園周辺非常に文教施設も今おっしゃられたようにありますし、その辺との、バランスもそうですし、その辺の緑化しているものもありますけれども、見直しされるきっかけになるかなと思いますし、路上公園も非常に、素晴らしい公園ですので、その辺の発展にも、寄与できるんじゃないかなというふうに思います。ただ駐車場問題がやっぱりどうしてもあるかなと思います。どれぐらいの規模感されるかというのは、これからになるけれども、今日もすごい駐車場いっぱいでしたし、その辺がちょっと、市役所の駐車場を利用できるといっても、図書館以外で利用されている方たくさんいらっしゃいますので、その辺がちょっと少し心配かなと、これからだと思いますけれども、少し気になりました。はい、ありがとうございます。アクセスの問題、多くの問題ですよね。はい、今、私が所属している団体、諸国会議所青年部の方では、全国大会を控えてまして、なんかいろんな今各地回ってですね、回る機会が多いんですけども、やはり、駅の周辺に、たくさん新しい施設ができてですね、魅力的なところが多いわけなんですけども、今こう、言われている3つの地域は、この都市機能誘導区域の中でですね、そういう意味ではやっぱり小松駅周辺というのが一番いいとは思うんですけども、ここに記載の通り、やはり、なかなか土地の確保という意味では土壌公園周辺が、1キロ圏内ですし、駅からその何かこの交通的な整備を一体化してですね、整備していけばですね、そんな遠い距離でもないですし、公会堂という施設、古くなってますけども、1000人規模入れる、そしていろんな会議もできる、あれをちょっと新しいものにですね、こうリニューアルしていくことで、そこは魅力的な地になると思いますし、私もですね、路上公園周辺は適正かなというふうに考えております。はい、はい、ありがとうございます。これから基本計画の中で規模を決めていく中で、どのくらいのキャパシティが必要になるか、これは検討しながら進めていただければいけないことかと思います。私も路上公園周辺が一番いいんじゃないかなと思っています。でやっぱり皆さんと同じように駐車場問題、やっぱり課題としてあるかと思うんですけれども、一方で実は駅と周辺はそれほどの距離があるわけじゃないんですよ。で、都会の人ってすごくあるんじゃないですか。地方は国の社会だからしょうがないと思うんですけれども、さっき青木さんもおっしゃいましたけれども、なんか歩くような仕掛けを作ったら、全然なんか歩ける距離だと思うし、歩くことによって、通勤することによって、健康的にもなると思うので、駐車場。ここはもちろん大事なんですけれども、逆にこう歩いて楽しみながら行って、また帰るっていう、そんな風な仕掛け
ということで、